これでインテルラビットストレージステック、ああれは棒読みちゃんをつけとらへん。棒読みちゃんをつけてこれで完全復旧じゃない？完全復旧じゃない？あれ TPC サーバーを開始できませんでした。今の何？ TPC サーバーって何？さっきんじゃなくないんですけど、これでマイクのテストじゃないわ。あれでもあれ、ぼうみちゃんが聞かへん。なんでや、なんでや、ちょっと待って何言ってもいい時間ではないんですけど、ちょっとお待ちになられて。これどれ、あー、うん、いや途中で切れてじゃなくてパソコンが固まっていつ切れたかも分からへんの。こっちは急にパソコンが全部固まって全部パソコンをガッて切ったの。なぜなら全部何も操作が効かなくなったから。あ、これでボヨミちゃんいけるんちゃうか。テストリンいかん、誰が誰だか分からんから。テステヘペロリン。オッケー。誰が誰やか分からんからマーキングができない。よし、うちは悪くあらへん。急に全部固まったんやって。何、バイオショックの上なの？いや、ハードディスクを入れ替えなきゃいけないっていう警告が12月の31日から出てるのに、ずっと無視し続けて2月の23日まで来たムックインちゃうんじゃない？ロード？いいえ。戻る。ロードはしないよ。ロードはしないよ。あ、オッケー。よかった、この間に敵来なくて。パソコン中で切れて何時間も一人でやることになる可能性もあるの。いかなく。いや、パソコンが動いてればあり得る話やけど、たまにあるよね、たまにやってもそこら分からへんのか。たまにチャットだけ切れて気づかずに配信者がやってる瞬間とか見ることあるけど、最近もあんのかな。昔結構あったけど、もともとそんなに活発に動くタイプじゃない配信の人とかはさ、結構お見かけしましたけど。おろろ、お、喋り出したぞ。あれ、ここ入ったことなかったっけ。あ、順番が悪かったってことかな。今まで来た、ヘルメット実は先に取っちゃってる可能性あるよな。順番通りに動いてねえから。いや、パソコンが完全に、え、なんか燃えてる。パソコンが完全にあれですよ、全部いってたんで、ゲームすらできない状態でしたんで。配信は切れてるか分かんなかったんですけど、綺麗なお家なんですけど、なんなら配信は動いてた可能性もなくはなかったけど、もう切るしかなかったよね。ハッキング大満足シリーズの究極系、やったぜ。どれや、一番右のやつの最強。あ、何その最強系もあるんや。へえ。あ、これや、ビッグダディのヘルメット、ロージー。おお、視界が悪くなった。これでビッグダディ最悪や。まだしてません。たまに拭いてます、外側から。体温計は買いました。探すよりも買うっていう選択肢を1000円ぐらいしました。高かったです。ちょっと探せばよかったかなってちょっと思いました。いかん、うちのペットたちがみんな死んでいく。うちのペットたちが死んでいく。この電撃やっぱ強いな。仕留め損なってもこれで大体殺せるからな。視界の悪さ尋常じゃないな。やばいなこれ、結構やばいぞ。外側が見えないのもきついな。で、どこ行けばいいの？
目的地は？あってもお前いつもこれぐらいの視界でやってるんだっけ？いやでもそうなんだけど、いや確かにそうなんだけど、でも敵の声がするときは周りをちょっと見渡すから。部屋が悪いのにさらに狭くなった。いや普段はね、普段の探索敵さえ来なければ私が見えてる範囲はそんな変わらないわけだから、そんなに実は正直確かに支障はないんだけど、だ敵が来るときはさすがに見渡すので、どこにいるかその瞬間だけはね、その瞬間だけですけれども、その瞬間だけはこっちとらしますんで。あ、2体までしか連れていけないとかそういうのがあるんだな。多分お前の視界を体験する時間、あ、戻ったの、戻ったの、そう、うち戻ってきたの、うちの帰還や、主の帰還を喜びなさい、喜びたたえなさい、神は戻ってきたのです。下の階に戻ればいいのか。 OKOKOK。 でもこう飛び降りたらいいんちゃう。飛び降りて、セブンデイズしすぎてパソコン壊れたんだろ。そんなことないよ、中に入れてくれるはずよ。リトルシスターを呼ぶ。レンチで通風口を叩いてみて。え、マジマジ。いや、それちゃうね、それじゃない、これや。おい、騙すってこと、この子。あら、セクシー。どうも。それからお願いがあるわ。あの子たちにはやっ、あ、やったぜ。リトルシスターをよろしくね。正面から1枚目取るべきやったな。開けてくれ。おお、開けてくれた。サンキューサンキュー。これ殴ったら怒られるんやろな。呼び出して殺したい放題。これ殺したらどうなるんやろな。うっかり殴ってしまいそうな瞬間はあるんだけど。あ、いなくなった。あ、でもなんかライフポイント、ライフバーあったぞ、女の子の。最後に気づいたけど。あそこが見えないぐらいが私のあの視界の範囲ね。そういうことことや。試験場。試験場。これも残り2章か1章に、1章に、残り2章だったんだっけ、前。でもこれラスト章ぐらいに突入しか、まだか、まだ行ってない潜水級のとこあるもんな。あの子たちがフォンテインのところに連れて行ってくれる。本当にミスター B、 ミスター B ってなんや。 B、 B の B はなんや。ビューティフォーか。おい、おい、おい、ビューティフォーってことだよ。ミスター B、 時間がないんだから。長い道のりだったな。ほとんどのことは覚えてもいないだろう。まだ小さな。ビューティフォーでいいですか。潜水級に乗ったことなどはな。本当に違いますよ。絶対にそれは違いますよ。ワイドマインドがいいや。ワイドマインド。最後戦ってるで。あ、ここあれや。女の子も殺すとこじゃないや。グズグズしないでミスター B。 天使がグズグズする人を待ってくれないわ。こいつ生意気なんだけど。はよ。へいへいへいほう。急いで急いでミスターバブルス。バブルス。ミスターバブルス。あの妻と子供の下りには感動しただろう。バブルス。それまで作詞してきたからね。バブルス。そんなことしてませんよ。助けてミスター。いや、お前のこと助けてやろうが今。おい、態度悪いぞこのガキ。グズグ
ずしないでミサキ。このガキ言われてるで。あ、上にいる。死んだ。いか。上にカメラがある。カメラがあるで。カメラがめっちゃあるで。よし、ちょっと待って、急いでミスター B。 オッケー。あの子たちは同じことしか言わへんぞこいつ。もう採取する必要なんてないの。ムキムキしてるじゃん。まだあの子たちは。何してんのそれ。ミスター B、 矢印ミスターバグルスかな。ミスター B、 ミスターバグルス、どういうことや。かけるねーはねー。あ、この瞬間輪っかも取れるんや。お、研究完了や。やった、間に合った。急いでミスター B。天使が空で踊ってるのが見えるの。誰か来てるぞ。今も。回復しとるんちゃうわ。あ、そういうこと？ジョディとジョーみたいな。余裕やな。もういっていいの？もういっていいの？お前マシンガンもらってくけど。何かな。でもやっぱちょっともうちょっとレトロなやつやりたいよね。ちょっと最近新しいのやってるから。オズはレトロだけども、やっぱちょっと MGA 的なやつを待ってるよね。今撃つ必要なかったな、もったいなかったな。あの女やっぱり怖いって。殺して殺して言うてるぜ。サタン出すのめんどくさい。サタンちゃんはめんどくさい。ブズブズしないでミスター。天使はブズブズする人はプン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 。でも確かにサターンを出せばやるゲームは大量に出てくるから、ゲーム探しの面では確かにクソ楽。そうなんですよね。え、嘘。あの子たちをハーベストしてるとスプライサーが寄ってくるわって言ったぞ。おい、そんな話聞いてへんぞ。めっちゃハーベストしたが、尋常じゃない量のハーベストしたけど。気長に待ちます。おう、許されへんぞそんなの。そんな後出し条件や。スプライサー確かに確かに。でもアークゼロットやりたいけど、アークゼロットやったらさ、またシミュレーションゲームだけど、それは許されるの？シミュレーションゲームはクソほどやりたいんだけどさ、アークゼロット、アークゼロットは許されるの？2めっちゃ長いって聞いたけど。なんかお前遊んでるやんけ。そんなにかかる？あ、私もそこで燃えるやんけ。もう行かなきゃミスター B。結構食らってるやんけ。言った通りにしろ。めっちゃ食らってるあの子。でもあの燃やすやつやっといてよかったな。めっちゃ燃してくれてる。アダムスってあの子回復したりしないのかな。いや急いでるねんけど、お前が全然急がへんねんから。
たび。本当に。アダム見えてる？うちには見えへん。マシンが弱いな。かけるにはレモン。レモン。六かけるにはレモンつった。天使はブズブズする人を待ってくれないわ。あいつあれか。やばい、死ぬ、あの子死ぬ。あの子死ぬで。あの子死ぬって、あの子回復してあげられへんの。点滅してますけど。どうしたらいいな、床の上のやつ。グズグズしないで。怖い。怖い。そっち行くかい。早く。早く。早く。お前が早く。そんなだ。死ぬだ。死ぬだ。あ、死んだ。あの子たちにはもうアダムが注入されていないの。普通の子供みたいなものなの、うんうん、この子にもしものことがあってもまた別の方向通行から呼べるわ。あ、本当に。え、嘘。なんかデメリットあるってこと。嘘、ハッキングしたことあったな。一人でも失うのは罪よって言われた。罪なの？死んでから言うのやめろよ。何を遠慮していたんだろうな。公私混同してはいけないと思って。そうなんですよ、再会いたしまして。こいつら殺したから呼び出すか。次の子はやばい、監視カメラだ。でも、散々殺してきたし問題ないでしょ。さ、ハーベストは殺したわけじゃないよ。あれ、どこ監視カメラ。監視カメラどれや。壊したんか。ん、わからへん。うちわからへん。うち全然わからへん。ペペ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 ペ。絶対レンチの方が強いと思うんだよね、こういうやつらに対して。マシンガン弱えって。あれなんや、いたな、カメラ。カメラいたで。よし、これを先にハッキングしてからガキンチョ呼ぼう。ガキンチョ呼ぶのはそれからや。ガキンチョ呼ぶのはそれからで。ガキンチョ、ガキガキガキだ。ガキガキガキ空をどうなってるの。ガキはドナツ。ガーキー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 。よし、くねくねりんや。で、向こう側にもカメラあるやろ。よし、上下がいつもと違うパッキンはやめてほしい。
グネグネのやつ全然使わへんかな。使うところがあらへん。敵さんが感知されたかな。おー助かるー、すげー助かるー、それは助かる。やっぱハッキングって神やな。ガキンチ呼んどっか。おい、え、輝いてる通風口に戻って、新たな輝いてる通風口に戻って、何や輝いてる通風口って。輝きとはこの世で一番嫌いなのは赤ん坊だ。あんなに不潔なものはない。看護師だ。やっぱいいな、凍らない方がいいな。凍りたら邪魔や。なんだよ輝いてる通風口って。あ、これもう進んじゃってるな。これ戻ってっつったよな。開けられないところはあのが緊張いないと開けてもらわないかんからな。眼中あ、全然余裕やんけ。オッケー。オッケー。ちょっと逆走して取りに戻るのか。ガキンチョちゃんを取りに戻ります。これもダメ。じゃあ、だいぶ戻らないかんな。抜けてきたところとかだとあれやぞ。まだ監視カメラとかがあったりするで。あれ？ぐるぐるしてんぞ。どういうこと？いいのか。なんで？なんで攻撃する気満々なの？ガキンチョいないから？うっせえ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 。無理やって。ここにまで誘導せよかったんか。これどこだよ。この子たちは暗闇の中にいるように、あなたと一緒に本当に孤独な暗闇の中。本当に何違います。くそったれ。こっから連れてくの遠くない。あ、攻撃できなさそう。できるのかな。どうもー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。開始早々、開始早々、開始早々、それはまずくてよ。いいぞいいぞいいぞ、頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ、一番なんとか、てんてけてんてんてん。どこ行ったあいつ、おい、どこ行った。バラバラにしちゃってよ。あ、いてた、いてた、いてた。
こいつと一緒になったら矢印出ないな。2番なんとかヒットエンドラン、3番なんとかホームラン、ちょ4番なんとかホームラン、違いますよ。いいぞガン。あ、でも一応あのオープン戦でもあのちゃんとファイターズ参加歌われてたわ。よし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 、でも太田くんが出てなかったんだよね、昨日か昨日だっけ、一昨日だっけ、昨日か、昨日のオープン戦巨人戦のやつさ、太田くんがなんか調子がちょっといまいちとかって出てなくて見れませんでしたよね。代わりに若手陣が頑張ってましたけど、よし、でもやっぱ解説はさ、岩本さんのあの居酒屋実況が一番わかりやすいわ。めっちゃ食らってるやんけお前、どうした、誰のせいやお前、誰のせいや、そんな食らっとん、言うてみ言うてみ言うてみ、ちょ交代した方がいいんだよ、傷ついたなら。お前ちょっと一回戻らへん、他の子に。え、でもなんか真の逆向きで書いてあるで。え、どこなの。ほらほら、ミスタービー、時間がないんだから。そっちだよな。ちょっと待って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 。お前も先行くなって。もう行かなきゃミスタービー。だからこいつの先行して置いてって、一回身辺整理してから。こいつのとこに行ってあげるのが一番いいんやろな。でも今大丈夫そうやで。急いで、急いでミスターバブル。来てるって、ミスターバブルス。急いでミスタービー。お。天使が空で踊ってるのが見えるわ。僕には見えません。急いでミスタービー。僕は神なので天使の姿は見えません。なぜなら僕は神だから。この辺結構安全地帯やで。来てるって、来てるって、急いでミスタービー、おごら行け、こらガキンチョ、おいおいおい、行かんかはよ、おらおら、これ虐待じゃない、急いで、ハーベストしているとスプライサーの注意を引いてしまうわ。そうなの、ハーベストしてるとってどういうこと、今までハーベストしてきているとってことさ。いや、うちは来てるねんって、お前やここで止まっとん、同じようなセリフなのにボイスが何回もあるのに。あ、呼び方のってこと？ちょ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 。お願い、よしよし、サンチ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 。ちょ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 。めっちゃおるやんけ、ちょっと収穫は後やな。聞こえたよ、ジミラ、お嬢ちゃんね。こっちが死ぬってことか。そういうわけでもないや。ちょっと待ってて、お前待ってって。捜索しとんねん、こっちは。ちょ、待って、どこにいんの、どこにいんの。視界が見えないんやって。へいへいへいそこショートカットするのね、そこショートカットなさるのね、違うの、なんやねんお前その生き方。夢見る時間ね、ミスタービー。そうだね、うちもそう思う。ほらほらミスタービー、時間がないんだから。うちもめっちゃそう思う。ちょっとショップ行きたいねんけど自販機ないの。おい、はい受けて、敵来るって。へい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 、あ、押してけいいのか、物理的に。はい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 、進んでちょうだい、はい進んでちょうだい、はい、これで背後から来ても自分がここへ行くだから、この子守れるんちゃう。もう行かなきゃミスター B。 はい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 、
子守りって大変。この先ちょっとまだ身辺整理してないんじゃない？急いで急いでミスターバブルス。あの穴から行くんかい？いかんな。ちょっと前先行くな。急いでミスター B。お前先行くなよ。ちょっとアイテム回収や。あるやんけ。ぐずぐずしないでミスター B。うるせえうるせえ。天使はぐずぐずする人を待ってくれない。うるせえうるせえ。よし。よし。こいつが通り過ぎて初めて緑になるんやろな、そこの通気口。ズルしないようにってか、燃えてるんですけど。ちょっと待って、ショップの音した。もっと必要な、何一つ残らず片っ端からスプライスさせろ。ショップの音がした。おるやんけ。この間にあいつ死んでたらどうしよう。大丈夫だろ、さすがにそんなすぐ死なへんやろ。さすがにそれは、さすがにそれはそれは、さすがに大丈夫リンコだプーでしょう。よし、くれ。グズグズハッキングしないで、急いで、ミスターレン時間がないのよ。全然グズグズなんてしてないし、なんか喋っとんなあいつ。ここはいけへんねんか、いけへんねんか。目標達成リスト、あ、目標達成したで。さあ、リトルシスターの注射器を使ってフォンテインからアダムを吸い出すのよ。ヤスを倒す方法はそれしかない。何してるのあの子。あの子めっちゃ先に進んだよな。フォンテインは近くにいるわよ。かなり近づいているわ。近くにいるの。ライフパワーアップ、イブ増加。敵を怒らせて同士打ちする姿を楽しみましょう。そんなことないよ、私悪くない、私は悪くないんですけど、北海道やっぱさ、検査基準がさ割と緩いんじゃない？だってあの今日か昨日新たに見つかった人ってさ、もうあの誰の濃厚接触者でもない人見つかったんやろ。その時点でやっぱさ、北海道ちゃん真面目にやってる説も若干あるよね。何してるのよじゃないの。待って、今うちは忙しいの、めっちゃ待って。よし、意外と北海道ちゃんとしてる説。もう大難事感染に行ってるかわからんレベルね。え、だからもう間に一人でもあの見つかってない人がいたらさ、それはたどれないよなって。でもそのたどれない人をちゃんと検査してるから見つかったってことやろ。都内めっちゃいるよな、そんなやつ多分。で、誰か死因が出て初めて分かるみたいな感じやろ。ショットガン大好き。つまり気にしてもしょうがないレベルだね。そうだから、ワルムハンクの病気蔓延させんゲームみたいになっちゃうねえ。でもワルムハンクさっきそのアーカイブ見てたんだけどさ、途中まで最終回版の、あ、ちょっと待って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 、うー、間に合わない、もう、あ、間に合わないわ。あれも最終的になんかゾンビで倒してませんでした？やっぱり世の中ゾンビなんだなって、最後はゾンビなんだなって思いましたよね。やっぱりゾンビ最強伝説、信じられるのはゾンビだけ。ゾンビ伝説、まあ外国のゲームほんとゾンビ好きだよね。やっぱりそういうことなの。
日本のゾンビ映画ってないもんな、あんまり。あってもなんかやっぱ CG とかがダッセイからか。どれ？どれを使うの？どれを使うの？お、マシンガンなんかめっちゃいっぱい溜まってんな。それもあるけど仮装する文化だから。注射器を取って。ああ、ゾンビの仮装もそっか。はい。はい。フォンテインは上にいる。ほら可愛い。ここからは後戻りはできないわよ。マジ？やつと向き合う準備ができているかよく確認してね。ラスボス戦？マジ？今日本当にクリアできそうじゃん。じゃあセーブが来て。だからここにショップいっぱいあるのか。その割になんかあのプラスミドのやつはあんまりなかったけどな。前のとこで買っとけってことが強いやつ買っとけよかったな。買っとけよかったな。ポイントめっちゃあるからな。よし、女の子のライフゲージ残ってますけど。じゃあ足りないやつ買っとくか。グレネードランチャー、ホーミング。オーマイゼットっていう東京03買った主演のゾンビコメディか。へえ、かくちゃん出てんな、みたいな。へえへえ。東京03の時点でまあ、まあコメディではありますよね、絶対に。あとすごいあのくどそうあのすごいやかましそう。あ、ピアッシングが足りてないけど、ね、ピアッシングになんかアンチパーソネルブレッド、アンチパーソネルブレッドがあったらかったかねえな。上手に竹を見つけたら教えます。おう、ヨロピクや。ゲオにあったんや。それはヨロピクや。今ならゾンビ映画に興味がすごく持てる気がする。もともと彼岸島とかゾンビじゃないけど彼岸島とか好きやしな。彼岸島の漫画はやっぱ一番あの満喫で追ってる漫画やし。もう一回セーブしていきますか。マジか、今日早めに終われちゃいそうじゃない？あれ、なんかあの違う、さっきの違うセーブに上げしちゃったな。古いセーブがなくなっちゃった。ベッドとかいう広島でも。ああ。めっちゃよく聞くやつやそれ。それあれだよね、USJ かなんかでさ、やってたやつだよね。あのゾンビみんなでゾンビメイクして歩くみたいな、ウォーキングデッドのコラボかなんかじゃなかった、あれってイベント、ウォーキングデッド。ウォーキング、やっぱラストオブアースやらなきゃじゃない。でもラストオブアースをやるならやっぱ一本ちょっとクソゲーっぽいのも間に置いときたいよね。やっぱ添え物のクソゲーは大事じゃんか。やっぱクソゲーやらないとさ、ゲーム飽きちゃうんじゃないかっていうさ不安があるよね。あのドイツ女と一緒にお前をあの潜水球に乗せたことをよく覚えているよ。ほう、女と一緒に乗せたかい？お前は2歳にも満たなかった。お前には期待もしていたが、私にとってもっとも息子に近い存在だった。死亡の際はもう復活できないと言ってる。だからこそ胸が痛みに苦しいのだよ。漬物みたいな言い方なの。裏切られたぞ、坊や。人生とはビジネスのようにはいかんもんだな。本当の息子ではないや。うん、喋ってる途中やったで、まだ。最後まで喋りきてた、あいつ。本当の息子、もう質もセーブもできないし、復活のビタチャンバもないって。そんなことないよ。アダムを吸い取れ。クソゲーじゃなくて地味ゲーだよ。注射器でヤツを突き刺すのよ。注射器なんてないで。ヤツが弱った瞬間にそのボタンが出てくるのかな。クソゲーレンちゃん出してくる。さあどうしたんだ、その程度のものか。
何もしてませんけど、まだまだうち何もしてへんですけど、この画面割っといた方がいいとかないかな。これこれこれ、アダムを吸い取る。おお、なんか出てきたで。ショットが向いてないんじゃない？この戦い方。強いやつ買っといてよかった。一息ついたな。一息ついたね、お互い。お前らをあの世に送ってやる。お前そこにいるんかい。わ、これ回復量上げるやつ持っといてもらったな。回復量上げるやつないときついぞ。セキュリティ警報鳴ったんだけど、どういうこと？なんで？どこやあいつ。ホーミングがもうなくなったし。いな、あ、これちゃった、これちゃった、あいつ、あいつハッキングできひんの？ハッキングできひん、これ難易度ノーマルやと思うわ。難易度ノーマルあいつの自爆で殺されたんですけど、嘘やろ。この画面初めて見たわ。嘘やろ。どれテインってこれ、あさっての自動セーブかな、これ最後の。フォンチェーン。ライアンがフォンテインを倒すか、フォンテインがライアンを倒すか。実はというとアンチがある。そんなのにね。てかさ、あのドイツ女と一緒に先にさ、そのセキュリティカメラ的なところをちょっとチェックしとこうぜ。どっかでセキュリティカメラをさ。フォンテインを探すだって。いや、フォンテインの場所を知ってんだけど。本当に本当に、いや、ちょっとなんか帰ろうぜ。フィジカルトニック。あー、でもこれつけてはあるんだ。つけててあれなんや。でもこれタカリアもういらないわけでしょ。タカリアの代わりに、立ち止まってる間は姿が透明に。いや、本当か？本当にこういけるかな？いやー、移動ちょっと上げるか、運動能力。でもこう2つ同じのつけてもあれか、ダブルで発動しないのかな？じゃあ、セキュリティの反応時間延長、聞く意味あるのか。あ、でもそれもつけてんのか、それもつけてんのかレンチで与えるごとに、そこあんまり意味ないな。これの上位互換はつけてないんだもんね。ヘンチで攻撃与える？
エンジニア。コンバットトニック。電気のダメージ軽減。物理ダメージ軽減。放電する。炎大幅減はいいね。レンチのダメージ増加の代わりにだよ。そうだね。霊気の軽減が欲しいね。霊気の軽減1段階目しかないんだよね。これですな。さあどうしたんだ、その程度のものか。めっちゃ言ってくる。でもカメラないで。これかな、やっぱカメラ。あ、これない。いや、グレネードランチャーで最初行きましょう。あれはモニター、そうか、カメラじゃないのか、モニターか。リロードしてるんじゃないよ。うまくいったと思っているのか。まだ始まったばかりだ。私は一人じゃない。知らなくない間での変化がこいっているぞ。元気きた。どこにおる。どこによる。やべ、ソレイで誰や、ソレイで誰や。されるの闇。よし、無駄に弾使ったな。ちょっとこいつらをちょっと先に殺しとこう。ちょっとアイテムすらくれないのかよこいつら。ちょっと回復めっちゃ使っちゃったな、無駄に。しまったな。ヒートボルト、ヒートボルト微妙じゃない？いやー、ちょっと誰かいるよな、ザコ。あ、いる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 。手の届くところに出てこい。なんか復活してる。嘘でしょ、復活すんの、マジかよ。じゃあグズグズしないでちゃんと吸収しに行った方がいいってことか。マジかよ。でもこれ成功法で行くよりもここも壁とか利用するべきっぽいな。
ここでホーミングやろ多分正解は。電気一番避けづらいから電気の時にホーミング使うべきやな。やべ、あ、でも勝手にアダムなくなってるぜ。あれフォンティーヌアダム誰か吸収してくれた？あれ3問目私吸収しなくない？自分で。俺がお前を創造したんだ。俺がお前を光へと導いたのだ。あれ自動で吸収してくれてる。お前が何者かを教え能力をも引き出してやったのだ。ギリギリやったけど、お前が現実だと思っていた過去でさえ俺が作り上げ脳裏に刷り込んだのだ。風の車まで見た。家族と呼ばれるのであれば家族とは何だ。ね、おなごがいっぱい来たね。認めんぞ。おなご最強説。お前いっぱいいるもんな。お前いっぱいいるから一体殺されても。何言ってるか分からへんよな。残虐プチュプチュしてる。彼女たちは全てを差し出したはずよ。ここだけど想像通り彼女たちに暴力で応えたのね。あ、なるほどね。そういえばプラスミド一回も使わなかったな。暴力で答えたってことは、あなたは全てを奪ったわ。アダム、権力、そう、ラプチャーの全て。もしかしてこれ全部ハーベストじゃない方に捨てたわ。ちょっと変わるのかなセリフが。だけどラプチャーでさえあなたを満足させられなかったようで、あなたの父親は世界がラプチャーの秘密を盗もうとしていると思い恐れていた。だけどあなたは違った、はい、あなたは逆に世界の秘密を手にした。世界の秘密やったぜ。クリアじゃ。危なかった。え、3本目吸ってないのに吸ったことにしてくれたのあれ優しさじゃない？普通あれ吸ってなかったからもう1回ってなるよな。やったぜ。こんなに早く終わるとは。え、いい、これ、イージーじゃなくて、確かノーマルでやったよね。お、サンキュー、サンキュー。ありがとう、オリゴ糖。やったぜ、ゲームでっか。うぇーい。これ今月何本目や？今月何本目というか。私、真面目に更新してたっけ？あのサイトのあの、クリアゲームの本数。え、なんか画面ガタガタしてる。大丈夫か？今一瞬画面すごいガタガタしてたけど。クリアゲーム一覧、クリアゲーム一覧、タン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 タタタンタンタタタタタンタンタン。結構楽しかったんですけど、ストーリーがあるゲームは許されるって聞いたんですけど、嘘なんですか？でもこのゲームストーリーあったかいまいちよくわからないよ。いまいちよくわかってないからな、このゲームのストーリー。よし、そっとしてストーリーなんてなかったのでは？ありあり？おりおり？クリアゲームのドキュメント重っ。スマホで開けへん。英語がいっぱいだよ。仕方がないな。これの2とインフィニットをちょっと時間空けてやることにするか。またやりたくなった時に。ハッキングしてるだけだった気がするよこのゲーム。確かに3分の1ぐらいハッキングしてたよね。ハッキングしなかったらもっと早く終わってたんじゃない？お金を別にさ、ハッキングしたからといってさ、めちゃくちゃ安くなるわけでもないじゃんあれ。確かにそんな気はする。でもハッキングが楽しかったわけ。こっちはハッキングがモチベーションだったわけ。クリアするの知ってたよ、聖書に書いてあったから。神は俺を
愛してる。道に迷ってるイメージしかない。道に迷うのはしょうがないよね。聖書に書いてあったから。どうしよう、残りの時間 PS4 やったらすぐ始められへんなれるんやけどさ、 PS4 ですぐやられるゲームって何にもないよな。あ、でもラストオブアースはできるわ。あれダウンロードのフリーコンプレイで持ってたから、持ってる系のやつはすぐできるけど、今 PS3 はな、新しい方繋いでないからできないから。モズも今ちょっと中途半端な状態やし、いや逆サイはな、 PS4 版にしたらよかったけど、逆サイもスイッチ版にしちゃったからな。しかもドラゴンズドームは PS3 か。ホライゾンは？ホライゾン今始めると大変だよね多分。でもホライゾンやったらさ、ゾンビから卒業できるって噂聞いたんだけど本当？ホライゾン買ったるで。プレイステーションヒッツホライゾンゼロダウンコンプリートエディション、新品で買ったやつ。PS4 を代表するオープンワールドアクション RPG ホライゾンゼロダウンに待望の大型拡張ダウンロードコンテンツ、凍てついた大地をセットした完全版が登場。そもそもこのゲーム、いやこのゲームよう分からへん。なんか素材集める系があるって。オープンワールド大自然×機械獣マシーン×ハンターカリウドだって。モンハンじゃないの、どっちかっていうとジャンル的にはモンハンなのか、これはモンハンなのかい。セブンデイズのウィンターモッド、ウィンターズモッドをやるって説はあるよ。多分ウィンターズモッドなんかね、あー機械獣、機械獣のがゾイドね。そう、モンハン寄りだよねこれ、どっちかっていうと。パッケージ開けてるけど、パッケージ開けたところであれか、説明書ないからパッケージ裏に書いてある以上の情報は得られへんか。今できる、すぐできるのはウィンターズモッドだよね。ウィンターズモッド日本語化失敗してるけど、日本語化失敗してるとこ以外はできるから、ウィンターズモンモーはホライズンクソ長そうだから、あと虚栄都市があるわ。虚栄都市とこれなんだ、あ、虚栄都市や。虚栄都市とこの下の2分は何だい、パープルかなこれ。虚栄、虚栄と、あ、終わった BGM、 BGM っていうかエンディング。いつは絵が動かなくてテキストだけのタイプのシンプル、え、ザッツシンプル。あ、そう、ディレクターズコメンタリーを見よう。ディレクターズコメンタリー、オーディションのコンテンツって何や。ミュージアムは、ミュージアムってのは何や。ムービー、ムービーのあれか、音声聞けるみたいなやつかな。コンセプトミュージアム、メイキング時に使用された資料、アイデアの数々を見に行きました。あー、ドラクエにあったやつや。あ、ドラクエ3やる。え、あ、自分で行くの。あ、へー、うわ、幼芸っぽーい。あ、展示コンセプトアート、ようやくエストさんにね。ようやくエストではないんだけど、へー、え、コンテや。こんな敵いました。窓の外にいたやつか、こいつら。この人いましたこの人いましたっけ。あの Wii は比較的あの接続ラグだから好きやね。これあれか、ミスター B や。博物館形式なんか、そうだね。アークもこんなだったよね。アーク、ピックスアークも
ぱヨーギーってこういう出し方好きなんかな。あ、へー、展示海中の生物群。コンセプトというよりは観察眼の鋭いミュージアムの来客者に対する送る小ネタです。これはオープン部のオープニングでラプチャーへ向かう潜水艦に登場している間、ラププレイヤーの視界を横切る海中生物たちです。あ、へー、オープニングだけにいるやつらか。へー、へー、あ、これ見たことあるぞ、この場所。展示潜水艦の波止場。アトラスの重要シーンの舞台となる潜水艦の波止場のコンセプトステキッチです。おお、いいね、このフィギュアとか売れそう。へえ、あ、いいね。うわ、確かにこれで別途なんかそのイラスト集とか出されるよりも。時代がどういうことですか。最新のゲームから最新のゲームに股にかける状態じゃないですか。でもなんか1と2のストーリーなんてもう一切覚えてないけどね。これ元に戻れない。どこ行ったらいいの。どこに行ったら元に戻れるの。あちらかい。あれ、僕どっから来たの。元に戻れへん。リジウムでいいんか。あ、メインメニューや、多分メインメニューで。そもそも主人公は腕しか見てない。確かに結局主人公が何者やったかよく分かってへんし、クレジットエンディングか、あの開発者の名前が出るぐらいか。アディショナルコンテンツは、バイオショックチャレンジルーム。まあね、どこ見たら言わないのかって視点も置きづらいしね。チャレンジルームは本編のストーリーとは関係ないゲームモードになります。このモードより楽しむまでに、まず本編でゲームスキルを学んでからプレイすることをお勧めいたします。あ、バイオのあれと一緒か。チャレンジルームは謎解きや戦闘などプレイヤーのスキルを試されるモードです。持てる全ての知識とスキルを使いクリアを目指してください。へー、射撃場の謎。武器やダメージを与えるプラスミドは使えません。ビッグダディを倒してリトルシスターを救出しましょう。お前がここまでフプスで10番番するようになるとは思わんか、イカ役。でも意外となんとかなってるじゃんか。壊れた観覧車。観覧車に閉じ込められてるリトルシスターを救出しましょう。だってビッグダディから救出って、ビッグダディは女の子の味方ちゃうんけ。8つの試練。8つの闘技場にいる全ての敵を倒してリトルシスターを救出しましょう。ね、それ欲しいよね。それ欲しいよね。それをよこしてほしいわ。じゃあディレクターのコメンタリーを見て、ちょっと今日の別のゲームに移りますか。これだけ見ましょう。いっぱいある。え、全部取れてねえじゃん。拾い損ねてるのがあるってこと。え、でも4つ以上拾ったで。同じ部屋にあったやつは全部1個の同じ種類なのかな。もっといっぱい拾ったつもりだったけど、別々なんだやっぱり。ラプチャーの作り込みからいきますか。あ、どれが選択されてるかわからへん。どれが選択されてる状態。これラプチャーの作り込みがこれは選択されてるのかな。キーグリさんや、ボストンからこんにちは。制作費用を聞き、あ、この人制作者じゃないの。その人インタビュアー。え、大掛かり。ラプチャーの作り込み。Let's talk a bit about the theme and setting of Bioshock Rapture. YouTube でやれこれ。People when they play the game for the first time, can they wonder how did you even? 初めてプレイした人は多くはこんな場所をどう思いつくのか。Part of the reason you sort of what led you to Rapture was this idea of fully simulating a place. Tell us about that. インタビューは仕組んでて態度悪くない。I think our philosophy was always to. そうですよ。今はね、おトイレと水飲みが許されてる。この人ちょっと面白い顔してない。ゲームのキャラクターみたいな顔してる。あ、ごめん、1個やりたいゲーム思い出した。あのさ、 3DO のさ、ゲックスやりたいんだけどさ、ゲックス。おお、ちゃんとゲーム画面見せてくれるのいいな。ゲックスって私でクリアできると思う。
難易度選択ないんだけど、あれギックスやりたい。 3D を今目の前にあるし、後ろにリトルシスターが、which is a little different than like System Shock 2, where we actually mapped a spaceship out deck by deck. System Shock 2. I don't know what the philosophy felt a little different. GEX, あのトカゲのやつ。カメレオンなのかな、トカゲかな。の 3D 用のやつ買ったの、昔のおすすめのやつにあったやつ。アクションアクション。そろそろジュラシックでもどうですか？気づいちゃった、ニジマちゃん。ジュラシックがやることに。ジュラシックできるかな今。やるか、ジュラシック。ジュラシック待って、ジュラシック。ジュラシックアップデートとかかかってんじゃんか。できるかな。最終的に宇宙船になりました。エコンってすごい。3D をいつでも起動できるようになって。やっぱりね、最新機種 3D を抑えとかんと。3D を今目の前にあって邪魔なんや。ひとしきり 3D をやったら一回しまいたいぐらい邪魔なんや。でかいんや。プレステ3ぐらいのサイズあるね。しかも立てられへんねん。確かに水中にある必要なかったよな。何の問題があるんですか。あのポリメガさえあればサターンは解決したんですけどね、注文しないっていう。昨日なんかあのアメリカの通販 の住所の書き方のサイトをなんかメールフォームに送ってくれてた人いたわ。水中の必要なかったよな。その辺を大量に作らなくても。なるほどね。水中だと素材が少なくて景色が作れるのか。はあ。なるほどね。確かに。窓から見える景色だけでいいんだもんな。なるほどね。クルーズ船。あ、クルーズ船っていうコンセプトやばかったんや。マジ？序盤もちょっと触って大丈夫そうだったけど、後半難しくなるんだ。じゃあやめとくか。せや、バイオショッククルーズ船っていう観点で持っていれば楽しくできたな。あー、クルーズ船ね。クルーズ船って感じでもないんだよな、でも。潜水級なんだよな。結構コメンタリー長いし。違いますよ。水源というアイルランドの小説。I was an interesting story. Like I didn't realize that people were sort of basing their sort of political lives around. 隣のおじさん一言も喋らないんだけど。あのおじさんなんでいんの？メインの開発者もこの二人なのかな？開発者っていうか発起人的な。革新と哲学。Confident。これものすごいこのゲームに入れ込んだ人が見に行くですよね。ね。でも誰よりもインタビュアーが一番態度悪いんだよ。右の人よりも左の組み方の方がなんか嫌やわ。やっぱ足持て余すんじゃない？外国人って。ジャパニーズに比べて。でもあれだよな、日本人があの、アンドリュー・ライアン。一人は自ら汗を流しそこから得るもの。受け取る資格があると思うかということだ。どういうことか、哲学。モスクワでは全ての人間にあるという。あ、しゃべった。どっちもひげづら。日本であれでしょ、ほら、あの、任天堂のさ、すごい戦うやつあるじゃん、64で出たやつ。スマッシュブラザーズや。スマブラが出たときにあのプロデューサーの話をあれがたかって聞くのとこれ一緒やろ。
came in and made the art. あいつがすごいあのメディアとかに出てもみんなが興味津々で見るのと同じ気持ちでこれ見るんやろ多分。そういうことだよねだからね。英語だから頭に入ってこないだけだよねこれ多分。Which was, you know, there is a place that you can be free of all these. でこれ多分追加されたコンテンツだから多分これ撮った時にもワンもツーもインフィニティも発売されてそうな時やろうし。違うのかな。どっかで撮ったの持ってきたんかな。それなりにワンだけやっただけだとこれを見て喜ぶぐらいの精神状態になれないから。大ファン向けコンテンツ。そうだよね多分ね。あこの場面ねみたいな気持ちなの。ここあれや、ウィーレ出てたとこや。私もあのメガテンとかやったら見たよこういうの。メガテンとペルソナの1、2ぐらいやったら聞きたいわ。それからあのラングリッサーミレニアムやな。それぐらい思い入れがあるのって。あ、でもあの村越正解もちょっと興味あるわ。コメンタリー。村越正解ってブログとかやってたら、当時の話とか出てきそうやけどな。あと館かな。館のあの音楽作ってた人のやつは逆にすごいクソゲーの開発秘話も聞きたい。聞きたい。どこで諦めたのかみたいなとこ聞きたい。どこで挫折が始まったのかとか聞きたいよね。いや館はねその辺をねすごいね現れててよかったよ。あのすごいあやつじが謝ってくれたみたいなことを。ちゃんとしたゲームじゃないとこういうのないから。そうだよね。売れてある程度やっぱファンいないとさ、インタビュアーまでつけてはまずやらないよね。あゲーム誌ってこういうのが読めるところにはメリットやっぱあるよね。あのアマゾンキンドルでさファミ通見れるけどさ、なんかあれページだいぶ少ないよね。あれダイジェストぐらいだよね。広告抜いたらそんなボリュームなのかな。電撃プレイステーションとかまた買おうかな。最近やっと最新のゲームにも興味出てきたし。セブンデイズのおかげや。セブンデイズはもうだいぶ前のゲームやけど、妻と私はあっそうだよね、ちょっとビジュアルフォーゲーム、also was the geometry of it was actually quite conducive to making a video game. 前はプレステ2戦のゲームしかできなかったのに。そうプレステ3と4になった瞬間におすすめゲームの興味がなくなるっていうこれはねっつって流すっていう。旅行楽しいやろな、こういう人たち。ドアノブや電灯を取った。シティ、ここは左の人も多分のインタビュアーじゃないのかな。ハドリタン氏が変わるきっかけだったね。そうだね、あれで綺麗なゲームできるようになったもんね。ということはやっぱりビルダーズのおかげや。ビルダーズ楽しかったな。ここ綺麗だな。So you had kind of a theme came up. 左の人開発者なのかなじゃあ。Characters, and then you know you really had to build the narrative around it. And you talked about you know a lot of the themes in the game. 左の人があのジーンズの裾を折り返したのすごい気になるわ。足長いから折り返さなくても大丈夫そうなの。あもう決まった。確定してんだっけそれって。あなんか聞いた気がすんな。2020年どうなんだっけ。あの AUPay の時さみんなスイッチは買ってたけどさ PS4 を買ってる人いなかったのやっぱ売れないんだろうね。 PS4 今買っても転売できないんだろうね。対して
みんなこぞってあのスイッチ買って iPad 買ってって言ったけど、プレステ3のゲームが10年前っていう衝撃よ。最新なのに、この間買い直したのに、You just had to then come up with a character who'd be arranged in opposition to it. So we had this character with Big Daddy. PS4 のゲームって大体 PS3 の出てるのやつ多いからな、私が買ってるのはほとんど。ドラゴンズドグマもそうなると不意な。ドラゴンズドグマ。あれって何系のゲームなあれ？あれもやりたいねんけど。And you know, you ended up being a sort of, you know, a pawn in the middle of this, of all this opposition to Ryan.We just kept her homing in on that theme. これ2どうなるんだろうな。Making sure that you weren't. 2ってこれキャラクター一緒なの？主人公一緒？アクションだと。ドラゴンズドグマ、どこもアクション RPG。ゼルダか。あ、ミスターバブルズって言ってるわ。あ、これ最初のとこや。すぐ天使さんになる。あ、そうや、ここでプスプスされて殺されそうになったところさ、ライアンが助けてくれ、違う、アトラスが助けてくれたんだよね。終わった。じゃもう一個だけ見るか。ラプチャーの住人だけ見るか。お、リトルシスター。あ、ここめっちゃ殺したわ。めっちゃゾンビアタックで殺したわ、そこ。そうか、グレネードで殺したらよかったんか、あいつ。なるほどね。ラプチャーの住人、グレネードランチャー使わんかったからな、ほとんど。最終戦に使って強ってびっくりしたもん。嫌いとか全然使いこなしてなかったし、生産ないな。確かにな、あれ使えばもっと簡単に殺せたんやろな、ビッグダディ。戦いの選択についてはメカニズムが非常にユニーク、とても攻撃的な戦い。ゲームでプレイヤーが関わる AI に対しては3種類ほどのアイデアを用意していた。実写みたいなゲームだな。うん、そう、これはとっても実写のようなゲームでね。何が悪いんですか？違う人なんだ。舞台もラプチャーじゃないの？そう、私が今この人の司令法を選択してるから。Taking care of her young, you know, one of those kind of things. And I realized that we don't even need a narrator on those shows. We understand certain behaviors just by looking at them. They're very fine. Yeah, well, like somebody protecting their young. Big Daddy はやっぱ保護者的な立ち位置なんだよね。You don't need dialogue. なんであの追加コンテンツってビッグダディから救えみたいなってこと。Do a lot of sort of, you know, smart AI. So I said, what if their behaviors are just very primal and we can model those behaviors? So aggro rules. ダメね、 AI の能力的限界もあったんや。How is an AI aggro on you? What are the rules for that? Could they make a aggression display rather than just attack? And can another character appear afraid and hide behind the skirts of another character? And we started talking about these things. いや、このデザインかっこいいよな。Form of the big daddy came very quickly as a creature. もしくは潜水の。え、ブス。保護欲わかない。Trying to work within our constraints of making. あのリトルシスター嫌やわ。Super complex AIs. あ、これ一番最初のリトルシスターの登場のとこや。あ、確かにここで守ってる感出てるもんな。つんよ。結局アダムが何かようわからんかったし。Days when we first got the system up and running. This is before the playtest. We weren't really thinking about playtesting. ショーン・ロバートソン。And we had this entire system set up. お話しちゃう。Simulated what would happen, and you'd.Play through the vertical slice, and you walk into a room, and everybody's dead because the system had worked perfectly. You weren't there to see the fight. Yeah.
And we track all the, they weren't called Little Sisters at the time, but then we track how much they were harvesting, and it was all like a command and conquer level simulation. Yeah. And players didn't bear notice. Yeah. And so we just abandoned all that stuff. Yeah, so that took us a step towards how do we present this to the player, and how do we make the gatherers, which were, we called them at the time, Gyazara. The design came on. Like, how do we make them empathetic towards the player? How do we make the player want to engage with that? Because at the time, they were just slugs. Right. So, which is a horrible design. Those originally were slugs, right? Yeah. Actually, which is a horrible design in so many ways, because you don't care about slugs. Ah, also on the ground. And they're dark. So but you still have something. We have something. The trailer had like the same, or not the trailer, the demo, or prototype we did. So it had the Big Daddy sort of like interacting with the little slug. Yeah. Slugs crawl around the Big Daddy. Or no, it's just it's this awful little mesh. It's like a little beetle sort of. Yeah. It was terrible. Yeah. 確かに、そしたら売れなかったって言ったもんね。The Beatles? What? And the Beatles had two drills. They didn't have a hand, so there's no way they could like... It's just fascinating because like, the little sister, it's like there's such humanity in it, which really, you really connect with. You would, which seems like, you would a think smart thing to go the straight to. Yeah. めっちゃしゃべる。We're not very smart. The idea of sort of choosing to engage the Big Daddy, I mean, when I was... First time I played the game, I mean, that was always... profound, makes you sort of sit there and like, am I ready for this? And your choice to sort of like, you know, the kind of opposite of stealth, like when you want to be discovered, was that always the mechanic with the Big Daddy? Yeah, the idea was that they would have very particular rules about engaging with you that were entirely dependent on how you, the threat level towards, not them, towards their creature they were protecting. Ah, worked through it, I'm sure there were conversations about how difficult to make these fights and sort of the balancing of that, and even, you know, with the game, you don't start off with a Big Daddy fight, it's a little ways into the game. Inferno, so was that was sort of debated. You actually encounter the notion of Big Daddy and Little Sister many times before you actually are freed into an arena where you can actually fight them. You see them. Sneaking out, pipes. You go, you're going, you see them, you see them. Oh, you see them person, she's harvesting, and then you see the Big Daddy coming. Oh, and we realized it was four or five sequences we had to do to set the stage for these characters. And look, we were hoping they'd be iconic and people would respond the way they did. But because we certainly spent energy on them with the expectation that we'd have an impact that we really just as easily could have turned out that nobody cared. I think the actual very first time, and not a lot of people see it, there's a little sister in a vent in Kashmir restaurant. That if you're looking in the right direction at the right time, you'll see her looking at you, and then she'll disappear into the vent. Yes. Yeah. It's the actual mesh. Is it the mesh? Because it was easier to do that. Right. Anyways, but yeah. Yeah, もう絶対ハーベスト行ってくれよこんな。レスキュー一回しかしないからな。Thank you. The path of the righteous is not always easy. The thing as you play through the game, you know, I think the moments with those sort of encounters certainly stand out to the player. For you guys, as you were developing it, was there a lot of how often did that happen? Did you have to play out in some stage? No, I think we decided there would be three. I think it was three and two in smaller levels. We did have a third Big Daddy that was mostly finished, but we couldn't make it fun. Like that last 10% of an AI is always like, where's the fun? Like, yeah, how do you really make it fun? I think they put it into Bioshock 2, didn't they? They might have, yeah. They might have, I don't know. But, you know, it was fully rigged, fully animated, but the time we needed to really, really polish it, so right. We ended up shipping with the Bouncer and Rosie. Bouncer and Rosie. Big Daddy, that demo. Elite moment, I think, in the game's kind of marketing campaign, and that really, I think, you know, sold the tension. When you showed that, did the entire game feel like that, or was that really more of just like a vertical slice of what you wanted the game to feel like? That at that point was more what we wanted to feel like, because the Big Daddy was still had a lot of problems at that point. But we were confident we could do that. We wanted to make sure. Fire, and it could be burned. It was like it functioned, but it would do really weird things. Like it had this tendency at the time to, if you did the wrong thing, that it would turn into basically a super ball and start like a tiny little super ball. Uh-huh. The Big Daddy will turn to a super ball and start bouncing off
off the ceiling and walls like a million miles an hour. Do you remember why they did that or what I was going sure on? I'm sure it was some physics bug. And so that actually happened. Sometimes we were doing the demo, and Joe Falstick, who was the guy running the demo with me in Barcelona, was very good at making sure that he turned away from the Big Daddy. Like, oh yeah, I guess we killed the Big Daddy. He must be dying over there. But so all things were functional, but they didn't have all their bells and whistles on yet. It was really good for us because it sort of gave us some confidence that people would respond to just the notion of, you know, watching Little Sister and biding your time and choosing your moment. Well, it gave us confidence, but it also gave us a tool that the development team as a whole could gather around and say, we want to make it like this. ゲームの発売前のデモ版ってほとんどプレイしたことないわ。But they provided a framework for us. たまにプレイステーションのあのデモ版入ってるタイプのやつあるけど。So that the player can actually use these. めっちゃグレネード使うやんけ。So it was something that we could point to and say, you know, all right, how are we going to do this? Like, let's break it down and let's figure it out. And that was like in September, and actually the game was done and the game was done in February, March, so we weren't that far off. Yeah. We were a lot went into it in those final months. But it was a big confidence boost for us because we thought it was the most important thing about the game, besides the world, was this sort of Big Daddy, Little Sister concept. And if people didn't care about it, it would have been a problem for us because we spent a lot of time on it. めっちゃ使うじゃん、グレネード。グレネードってでもほとんど結構中盤ぐらいにはゲットしてたよな。全然使わなかったけど。おお、おった。へえ。意外と楽しいかもな、これ見んの。じゃあ、しょうがないな。ここまでにしますか。じゃあどうしよう。ジュラシックパークちょっと動くかどうか確認してみるか。ちょい待ち、ジュラシックパークね。パークオブジュラシックね。パークオブジュラシックいけるかな。ね、パークオブジュラシックはね、パークオブジュラシックどれや。多分デスクトップにショートカット置いたままだと思うんだけど、パークオブジュラシック、どれ置いてないかもな。パークオブジュラシック、ライフイズストレンジあるで。ワンショットをずっと置いてあるし。あとは、あれ置いてないか。クレジタクシーがあるけど。ないな。映りがすごい。でもジュラシックパークもさっき誰かが言っとったからライブラリーから行けばいいのか。ジュラシックパーク今やらんとまたいつやるか分からへんなと思って。ライフ・イズ・ストレンジは存在を思い出したから。あ、ジュラシック・パックこれ、あれ、ジュラシック・パックこれデータ落としてないんちゃうか。ジュラシック。あれ、ジュラシック・パックないぞ。買ったで、7000ぐらい、6000か7000ぐらいで。高かったで。ジュラシック。あった、落としてないこれ。インストールからや。あ、しかも、あれや、アップデートとかいっぱい入ってんな。ちょっとこれ落としてないから、これ今無理やな。ちょっと、次のタイミングまでに落としとくわ。じゃあ、やっぱりあれですね。皆さんお待ちかねの、皆さんお待ちかねの、やっぱり、ウィーちゃんでございますね。ウィーリーですね。あ、そうや、なんだっけ？ウィーのさ、アルバートオデッセイじゃなくて、なんだっけ？アルバートなんとかもウィーでできるな。そうや、ドラクエさんの場合はあれやわ。ドラクエさんソフト探してこないかんのちゃうか。ドラクエさんってばどこにいる。ドラクエさんからお手紙ついた。ドラクエさんたら読まずに食べた。これか行方不明。そんなことないですよ。仕方がないのね、ドラクエさんに。さっきのお手紙ご用意しなに。ドラクエさんな。あれ？なんで？あれか、今。キャプチャが HDMI の方選んでることなのか。PS3 やってたから。
ドラクエさんからお手紙ついた。ドラクエさんたら読まずに食べた。仕方がないのでドラクエさん、ドラクエさん、ドラク、ちょっとなんでや、なんでや、なんでや、しばらくお待ちください。ドラクエさんのご用事なに。あれ、これ B ちゃんの電話。ドラクエさんマジでどこやったっけ。ドラクエさん、あれ映らへんぞ。あー、線が刺さってないのか。ドラクエさんからお手紙ついた。ドラクエ1とも覚えていますか。よーよー、ストーリーとかありましたっけ、あのゲーム。よーよーよー。でもドラクエさんってなんかあのすごい主人公いっぱいいるんやっけ。なんかそれはなんかあのみなんかデモ画面みたいなやつで見た気がするぞ。お部屋を探索中です。少々お待ちください。綺麗なお神皿のイメージが強いけどもだ。それはワンや、それはワンチーや。ちょっと探してくるわ。一回 YouTube、 YouTube メイキングってこと。え、どういうこと。でもしょ、 YouTube 切っても YouTube いつ再開できるか分からんから一回探してくるわ。え、2だっけそれ。嘘、2だっけ。あ、そうよ、2だわ。なんじゃなくて2で作ってたわ。あ、少々お待ちください、探してきます。白ヤギさんたらお手紙書いた。黒ヤギさんたら夜の字に食べた。仕方がないの。いた、足つる。お手紙書いた。さっきのお手紙ご用事なに。あったあったけど取りづらい。何言ってもいい感じ。ガラガラガラ。YouTube 一回切らなきゃ。 YouTube 一回切ります。そして付け直します。 FC2 はそのままです。その曲は覚えてるんだ。その曲覚えてるの決まったろやろ。何言ってもいいことは絶対ないです。 YouTube 一回切ります。